お父さんたち。どういうこと？お父さんたち。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、108話ね。うわあ、どうなってんのその腹のやつ。改造？あ、黒霧、見る目変わるわ。いや、彼の中にいるんだね、あいつが。力を残してくれた。は？何？怖い怖い。2ヶ月前。10月まで戻ったよ。え？あ、これでこいつか。前に出てきたけどね。逃がしちゃったやつ。いや、このさ、しがらきも、なかなかえぐいビジュアルだよな。ここが合流はちょっとやだね。またヴィラン連合が手つけられないほどパワーアップしてますやん。もうほんと厄介なんだけど、あいつら。ああ、ヴィランアカデミアになってる。やばい。ちょっと待って。これ、ヴィランバージョンみたいなオープニングになるんでねえかい？もしかして。ちょっと注意してみてこう。いやー、こっちがなー、また修行して力つければ、敵もまたっていう。いや、悔しいというか、なんて言ったらいいかわかんないけど、尺だよね。それがぴったりだわ。変わんないかなー。タイトルだけかなー。タイトルテロップだけ。あとは、特に変わった様子はないのかもね。もしかしたら。まあ、さすがにあれか、丸々作り直したりはしないか、ヴィランバージョンで。まあ、けど、最近そういうことやるアニメも多いからね。ちょっと油断ならないよね。まだあるかもしれん。いや、けどもう終わりか。変化なかったと思うよ。多分自信ないけど。いや、てか、その髪型と手で前見えるの？そういうことになるのか。え？攻撃されたのか？え？なんか能力か、これ。ブワーって。泣いてる。え？弱すぎる。しがらきが？弱すぎるって言ったよ、今。めっちゃ強いんじゃね？オールフォーワンのボディーガード。そりゃやべえわ。複数個性。それは強い。なんか、オールフォーワンの隠し玉みたいなことか。ダビさん？攻撃する気？やるのか？みんなで戦うの？いや、そこ、比べる相手が悪いわ。攻撃した！やっちゃったよ。強っ。オールフォーワンの子だよ。これ。今の声は、なんかあれかな？そうだよね。マスコから連絡するのはさすがにな。いらん。
あ、こんなめんどくさいやついらねえよってこと？いや、そんなこと言わないで。黒霧のこと悪く。ん？うん。突然のゲップ。え？え？トカちゃん？ああ、みんなか。は？え、え？いや、それ俺が言いたい言葉。話そう、この状況で。ああ、みんな、ああ、あいつは、お、お？待って待って、奥になんか今。うん、飛ばされたわけだね。ノームか？え、やば。キメラみたいな。えぐいえぐいえぐい。えぐいえぐい。あ、今のあれかな？前に戦ったやつかな？エンデバーとかが。あれ？時系列的にあり得るぞ。おうおうおう、ハイエンド。うん。で、てかめっちゃいる。え？複製？は？お父さんたち？どういうこと？お父さんたち？なんで複製系なの？うんうん。ついにそう、それで登場。は？適当かよ。ああ。うん。え、てか情報量が多すぎる、なんか。うん。あー、なるほどね。はかりにかけられてるんだ、しがらき。言うね、ドクター。あ？なんだ、今の。うん。ん？ん？みんな、ちょっと待って、その手何？ああ。え、なんかあるんじゃないの、その手。あ、わかる。あ、あ、コールフォワーや。うん。天子。うん。天子。え、志村ってのは知ってたけど、天子は初めてじゃない？名前。うん。こういう感じでなんか拾ったのか。え？さっきのあれは？うん。まあ、なんかあって家族になんかしちゃったのかな？で、一人。うん。いやー、こういう風に優しくしてくれたら、いやー、この人にあれだよなー、系統しちゃうよね。え？家族の残、あ、手だ、手、は？え、え、ちょっと待って、どういうこと？え、しがらきの能力で、どう、えー、おう。あれが家族なの？ええー。ええー、それをつけてたのか。やーべえ。やべえ。
もう辛すぎて自分で封印しちゃったのかもね。過去。全部嫌い。ひえー。わあ。これは闇が深え。うん。あ、合格？うん。ねえ、めちゃくちゃ。デク君。デク君かな？今のは。ああ、仲間。飛んだ？うん。うん。力を整える。何？ん？いや、ちょっとドクター怖えな。このヴィランたち、ヴィラン連合、みんな複数処置とかになっちゃうのかな？そのうち。すべてを。おう。さっきの冒頭のがあれかな？この話の後の映像なのかな？もしかして。ホークスか。これは。うん。お？今のもか。うん。だからそれがエンデバンとこの話かな？いや、もう時系列、難しい。うん。ジョンちゃん。あの能力使うんだ。ええー。ああ、で、ここに。だから何でも能力が複製できるってことか、ドクターは。あとなんか複製してほしいって言ってたよね、力。それは何なの？もう気になりすぎる、過去といい。あ、12月になったよ、もう。あ、やってるの？おー、偽物かい。おう。てかもう12月でどんだけやってんの？うん。うん。うん。できてないのか？攻略が。はあ。だからマジで強いんだね。ダムすぎ。しかも別に一人で戦ってるわけじゃないのにね、勝てないんだよ。えぐ。なんで？なんかそういう能力があんのかな？なんなの？うん。ああ、こっちには、ああ、なるほど。しがらき大変。ああ。ああ、男ちゃん。かわいい。かわいいぞ、とか。おー。じゃあ、買わなきゃだね。
もっと買った方がいい。もう予算全部とかちゃんの服に使おう。うん。確かに。確かに。影も何もねえ。おう。おう。あ、おちゃこちゃん。おちゃこちゃんもか。そっか。おう。え、ボロボロ。おう、あの体だと何食べんだろうね。ああ。だこれが成長につながるんだね。あいつと戦うことで。うん。もう、おっと。うん。いや、久々じゃない？ギラン。うん。うん。ちゃんとそういうこと言ってくれるんだね。え？なんだ？は？うん。なになになに？五件目、一連の事件とかなんか指？あ、あれ？うん、8歳かい。うん。ん？うん。何？ああ、そうだ、場所。あ、出た、オープニングの。トップか。こいつがね。ああ、ほんほん。あー、で、まだ、争ってる感じなのかな？いや、むしろこれから争う？今なんか一緒にいるっぽいから、この後はね、仲直りする、仲直りっていうか、同盟みたいな感じになるっぽいけど。はぁ。はぁ。相手にしないんだ。うん。しない。うん。うん。ああ、だから捕まっちゃったのか。ああ、彼の指なのね。ギランの。あ、復元って何？こいつがやったの？うん。うん。造作家っていう。今のがあれかな？お偉いさんかな？はぁ？ 116,000！ やば！ 116,000 はやばくね？場所が。やばい！上手！うん。ああ。うん。邪魔なんだ。え？こんなあれがあったってこと？うん。ええー、やってるじゃん。やってるじゃん。やり合ってんじゃん。おう。
え、けどさ、仲良く同じテーブルにいたよね。うん。それもまた能力なんだろうな。うん。うん。ああ、ほっとけないと。罰。あ、反対なのかな。ああ、意見割れる。うん。あ、あ取られた。取られた。考え。うん。うん。うん。いやー、なんか考えてるだろうね、これ。この顔。いいとこ嫌がる。あれ？だから、これ、しがらきが移動して、あいつを使おうってか。あ、やっぱり、やっぱり。おお、面白そう。え、てか、11万だぜ。あいつだけでも勝てる相手なのかね。おう、ああ、まあ、みんなも行くんだろうけど。ええー、人数的に勝てると思えないけど。ええいくらなんでも無理じゃない？え、全部だって11万6千とかあれなんじゃないの？能力者とかって話なんじゃないの？さすがにそれはないのかな？どんなにしょぼい能力者だとしても、11万6千いたら、勝てると思えないんだけど。え、どうな、え、けど多分そこで結構前線して、した結果あれなのかな？ヴィラン連合が認められるみたいな感じなのかな？だから潰されることなく、同列というかさ、そういうこと？まあ、けどまあバトルはもう避けられないね、戦いはきっと、衝突は。いや、面白そう。面白そう。いや、さっきのあのギガントマキアだっけ？あいつの戦いもまあ気になるし、このまたしがらきたちもね、ダビとか、あ、ダビは、そっか、別行動になるのか？いや、この戦いには参加すんのかな？一緒のとこになんか、飛ばしてくるみたいなこと言ってるから。いやー。むしろここで削り合ってくれたらね、一番いいんだけどね。いや、けどなんか削られてる気しないんだよな。なんか和解しちゃってるよね、多分。うん。うん。うん。わあ、やってる。わあ、いっぱいいる。うん。サイリンさ、ちょっとまた熱い展開来てるじゃん、こっちはこっちで。え、こういうのちょっと見たかったのよ。普通にいきなりね、仲良くなんかできるはずないもんね、あいつらが。どっちが上かみたいなのさ、白黒はっきり決着ついてんじゃない？もう俺的にはちょっとヴィラン連合に頑張ってほしいんだけど。それかなんか痛み分けとかになってんのかな？いける、頑張ってほしいっていうのはちょっとおかしいよね。まあ、デク君たちの敵だしさ。あと今回そう、冒頭の方すごい情報多くて。まずあの、しがらきのね、名前、まあ、そこが天子っていうのも多分今回初めて分かったと思うんだ。で、その話の流れで家族のさ、ちょっと映像とかチラッて出てきて、でみんながなんか手になっちゃったみたいなのもあるわけじゃん。けどあの手っていうのはあれかな、もともとそのしがらきの能力であの形になってるだけなの、それともなんか隠された力みたいなのがあるのかな。そこがちょっとよく分かってないんだよね。これから分かんのかもしれないけど。
で、お父さんたちって言ってたのは、まあ、そこは多分あの手のことを指してるから、まあ、そこはまあ解決したんだけど、そのなくしちゃってる記憶の中でね、どういったことがあったのかだよね。まあ、あとはそのドクターに複製してほしい能力みたいな話して、それが何なのかと、あとドクターがこんなポンポン複製とかね、人にね、能力とかをさ、つけられちゃうんだとしたら、ヴィラン連合の今のみんながね、それこそ力認められた後だろ。みんな能力複数所持者になっちゃわないかなっていう。そんな恐ろしい未来が待ってんじゃないかなっていうさ。なんとかしてドクター先にやっつけたいとこだね。あいつがいる限りノームとかも作り出しちゃうし。改めて今回ヴィラン連合って言ったらいいのかな。まあ、このみんな含めね、まあ、恐ろしさがわかるね、回だったね。はい、というわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでいってください。以上、動画部凸がお送りしました。バイバイ。